を願って平和を歌った名作、いつまでも世界が平和でありますように、パート19、ホープ4ピース、 A マスターピース、ザットサンドピース、メイザーワールド、 B ピースフルフォーエバー、パート19、ピョンカルルバラム、ピョンカルルブルン、ピョンジャク、ポンジェカジナセゲがピョンカができるバラプニが19。コメント欄に動画のタイトル英語韓国語に訳してます。ぜひ見てください。 The title of the video is translated into English and Korean in the comment section. Please take a look. コメント欄へ同様さんへ対するように韓国語の文欲がごいすくにだ国場ですよ。プラスティックオノバンド Give Peace a Chance。 この1969年のプロテストソングの名曲は騒乱に満ちたストリートから姿を表したのではなく、ジョン・レノンと小野洋子がモントリオールのホテルの一室で行ったレッドインの塀はキャンペーンから生まれた Give Peace a Chance のメッセージも明確だ。ジョン・レノンは大衆に説教するのではなく、むしろ野心的な代替案を世に問うていたのだ。